覧ください。スタジアムを埋め尽くす満員の大観衆。熱戦が期待されるこの試合への注目度を物語っています。全日本対アルゼンチン、ここスタークラウンスタジアムは興奮のるつぼと化しています。これが大変
分を示しています。前半も残すところあとわずか。そりゃ回して振り切った。よく振り抜けた。ここで止めた。スルーパスを狙う。あっと奪い返した。翼くん激しいタックル。このタあっと奪い返した。ここは抜かせません。ボールを取り持ち渡しません。ドリブルでボールを取る。これは南米式のドリブルだ。翼くんボールを取り持ち渡しません。これは南米式のドリブルだ。このタックルは翼くん、これはドライブシュートだ。ガルトン君ゴールを守った。パントキックで大きく蹴り出した。ディアス君このボールをコントロール。よし、このタックルは不発に終わります。マサオ君ここからチャンスを作れるか。ディアス君スライディングでカット。もらった。何横にかわして体ごとぶつかっていった。横にかわしてパン。敵陣へ攻め込みます。必殺のシュートを放った。このシュートに反応している。ダイレクトでパス。まもなく飛び越えた。スロープにかわしていく。ジャンプ一番かわした。ここからシュートに持っていく。ガルトール君これはキャッチできない。パスを回す。タックルを決めた。ボールは友達。これは南米式のドリブルだ。豪快にシュート。ここで突き飛ばされた。ガルトン君ゴールを守った。全日本ここで作戦を変えてきました。ガルトン君ここは抜かせません。ここからチャンスを作れるか。最大限の力を振り切るドライブシュート。それを乗せるぞ。ガルトン君決死のセーブでゴールを割らせない。さあこの位置で受けた。センタリングを上げた。センタリングを戻ってくるか。ガルトン君はゴール正面でこのシュートを信頼してくれるみんなのために勝つ。それ時計はすでに後半の15分を過ぎています。激闘の決着まで残すところはちょうど体とぶつかっていった。はい、リコーだったよ。横もすり抜けた。スイッシュだ。これは同盟コンビが見せる大技。スイッシュートだ。これは見事にキャッチ。ハンドキックどこまで運べるか。天才的なドリブルだ。チャンスが決まった。敵陣へ攻め込みます。ルーゼリ君ここは逃せません。タックルを決めた。ガルトだ。スイッシュだ。これはゴールデンコンビが見せる大技。スイッシュだ。ガルトール君ボールはまだ生きている。セルロ君ここはパスを出した。インパク君このパスもカットする。全身全身に決めるぞ。決死のセービング。決死のセーブでゴールを割らせない。パサロ君ボールを持った。チャンスが決まった。必殺のセーブでゴールを狙う。ここで抜けたの。まさに中ゴールをゲット。ジェイテスここはパスを出した。マサオ君ボールを奪った。ボールを追い越えた。マサオ君そこから打ってきた。パントキックどこまで運べるか。ルーテスロングパスをチャージが決まった。全日本ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。翼くんこれは何です。これは最高の力を受けた。ここだ。ボールはまだ生きている。いいか。ここは抜かせません。これが俺だ。これは抜かせるぞ。このボールに飛びつく。ゴールスに突き刺さった。まさに必殺と見たか。これが俺の力だ。ここは抜かせません。鋭いスライディング。試合も残りわずか。
最後まであの結果を期待したいところです。一時的な隙間を狙う長い距離のスルーパス、はあ、見たか、ここで止めてパスを待つ、誰が決めた、劇的な負けきれ、終盤のゴールに勝利の女神が。